らっしゃいませ。ガジマルさん一番こんばんは。ダリウドさんこんにちは。マサちゃんこんにちは。コーテさんこんばんは。シュンさんお疲れ様です。ダリウド学生さん一番、シュンさんこんばんは。トッチお帰り。朝シマコさんいらっしゃいませ。そう一番、タカちゃんいらっしゃい。今日もセブンなりの人だ。伊達ニーナちゃんどうもありがとう。今日ガシャしたら FD の赤出ましたよ。くそ腹立つ。私ガシャなんか黒が出たじゃん。だからめっちゃうっしょ一発やんと思ってそのまま帰ったん。トークだったのに。そしたら FC だったん。そんなことある。俺一番って言ってるタッチありがとう。ラックさんもいらバラ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 。ラックさんガチャのセブン見せて。くそ、あれどこいた。もう私ガチャのセブンなんて封印してやったんさ。ここじゃこれに封印したんじゃもう投げるわほんまに笑てるな。バラ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 。ラックさんくそ、もうつらみつらみだわ。もう本当にガチャのセブン。ミキちゃんこんばんは。おかえり。シュンさんこんばんは。ユーザーさんはじめまして。いらっしゃいませ。そう新しいのできたね。そうまさちゃん1個増えました。ステッカーのロゴを載せてみました。そうしげちゃん何してるのって言ってる。ガシャのな。しげちゃんセブンのガシャやった。私やってなかったん。でも絶対さ黒のセブンがあるから絶対のりさんした方がいいですよって言われたからそれなと思ってめっちゃ探したらなかなかないんセブンのガシャは。だからむちゃくちゃ探したらやっとあったん。よっしゃーと思って絶対黒のセブン出るまで私絶対やるかんねと思って私2000円両替したんです。まだ回してないのにいきなり2000円両替して、もうハニマルくんと同じ感じでや大人回ししてやるよと思ってな。2000円両替してからさっさと回してやるぜと思ったら一発で黒のセブンが出たんよ。ほら見てみラッキーだと思ってそのまま私帰ってしまったんです。黒のセブンが当たったからもういいやんと思ったらな、まさかのさ組み立て好きだったんよ。それもなって思ってさ、いやいやなんでこんなのこんなガシャでさ私組み立てんとあかんのってなったんさ。そうそして頑張って組み立てたらこれな。えちょっと待ってセブンじゃないんですけどと思ってさ、こんなことあるこんなわざわざさリトラクタブルもさ開いてるバージョンと閉じてるバージョンとどっちしますとかなっとってや、これだってなタイヤだって2種類あるんだからね。車庫帳とさ純正とどっちしますってなっとって、こっち純正やんセブンの純正こっちやんと思ったからさ、いやこっち車庫帳付きの社外品ってなっとるけどいや逆じゃんと思って、こっちが純正ですけど私純正のホイール持ってますからと思ってさ、めっちゃなんかいやこっちが純正です間違ってますよっていうダメ出しまでしながらつけたら、いやまさかのさ FC なんだが、こんなことある言ってよ。私これ FC って分かっとったらもっと回したじゃガシャ。私これ1台しかなガシャせんとも帰ってきてしまってるん。遠くだったのにもう一回ガシャ回したらいいじゃないですかって言うけど、いやいや遠いんです、そんなとこまでもう行けない。しげちゃん本当に昨日母の妹の車が納車してワゴン R になりました。積載車に乗れて嬉しかったです。だって。おめでとう！嬉しいな。なんか新しい車来るとワクワクするな。カレンダー来ました。ありがとうございます。あ、そしまこさんカレンダーお買い上げありがとうございました。来年もどうかよろしくお願いします。やった！ありがとうございます。RX7 と思ったらチェイサーでした。チクショーって言ってる。あ、そうなんや、その辺の人。私 FD と思ったら FC だったで。チキショーだわ、本当に。もっと回しとけばよかった。これセブンじゃないやんっていう。お客様の確認さんいらっしゃい。福建さんこんばんは。今日もありがとう。竹島ちゃんもいらっしゃい。あ、まさちゃん皆さんこんばんは。どっちも新しいスタンプ押してくれてありがとう。あと1個しか登録できなくなりました。スタンプね。そう社長いらっしゃい。
しげちゃんいつも可愛いありがとうで、とんでもない、これがよ失敗こいたんさ。てんぴーちゃんどうも、こないだまたタイヤ交換の時ありがとうございました。あのコメント後で全部読ませてもらいました、ありがとうございます。社長いらっしゃい。そのさ、ガシャ失敗した話。よしよちゃんいらっしゃい。こんばんは。スポーツカー女さん好き。はいって言ってる。いらっしゃいませ。車好きさん久しぶりに来ました。おかえり。そう。初見です、コニースプリングさん。いらっしゃいませ。はじめまして。車が好きです。あの、セブンが好きです。カレンダー販売中です。ステッカーも販売中です。よかったら見てください。どんからちゃん、こないだありがとう。いらっしゃい。そう。しげちゃんさすが、いやもうさすがだわ、もう本当に一発でさセブン引いたよね、私の体感的に。 FC もセブンだからって言ってる。社長めクソめっちゃ笑ってるわ。もうもうこんなん FC ですよ、組み立てですよって言ってよ。黒いやん、セブンやん、ガシャ回したら黒いの出てきたやん、絶対セブンと思うじゃん。だって黒いセブンもありますから、ノリさん絶対やった方がいいですよって言われてるからや、てっきりよね。爆笑、もう腹立つ、もうクソ、なかなか頑張って組み立てたで。そう、気持ちを入れ替えましょう。あ、なんか飛んできた、ありがとう。そう、走り屋の息子ちゃんありがとう。スポーツカー女さんまた入って言ってた、ありがとう。どんがらちゃん FC も RX7 ですよ。いやもう違う、もう違う、もう違う違う、あーもう本当に違う。セブンのガソリン代なんぼ、いや走る量にもよると思います。セブンに何キロ走るかによると思います。リター7です、はい、6です。でそういう感じです。 FC って言ってるよ、しょうちゃん。もう最悪やで。大黒とか辰巳は行きますか。大黒は一回社長に連れてってもらいましたよ。辰巳はちょっと知らんですね。よく見たら FD に見えてきた。だって、え、全然見えないよ。全然見えない、こんなん見ないよ。もうお家に戻して封印しとったや、もうこれはもうあの偽物ですからって言って、もうちゃんとこうやって説明書も入れてさ、もう封印するよね、飾らない。セブンじゃないものはもう飾らない。もうね、セブンじゃない。こういう扱いよ。てのんちゃん久しぶりらっしゃい。よしおちゃんもう気ぃつけや、頑張って一発で黒出たから嬉しくて浮かれポンチで帰ったよね。もうさ、なかなか行ったの、めっちゃ探したんこれ。とっとこさんこんばんは。マー君久しぶりいらっしゃい、こんばんは。 FC にとことん文句を言うのりね。だって千原兄弟ぐらい違うよ。角削ったらギリ FD にならんかな。ならんわ。ならんぞ、本当に。お友達のあの赤い FC の人に同じこと言ってみーな、叩かれるで。そう、 B ちゃんこんばんは、ありがとう。薄めで見たら FD に見えなくもない。みんながどっかフォローしてくれてありがとう。でも絶対違う。オラちゃん久しぶり、こんばんは、おかえり、待ってたよオラちゃん。そう、オラちゃんめっちゃ久しぶりじゃん、待ってたわ。本当に久しぶりにスイカのアカウント見たわ、ありがとう。マイティーマーさんこんばんは、いらっしゃい。福建さん昨日やっと86周囲から戻ってきました。2週間ちょいぶりです。お帰り、年内帰ってきたな。一緒に年越しできるじゃん、それは嬉しい。グッジョブだわ、車屋さん。そう、キレてんのちゃんも可愛い。もうくそ、私何のためにタイヤのホイールとか選んでたんやろね。私 FC と思わずに一生懸命タイヤのホイールで文句言っとってさ、そんなリトラクタブルを空いてるか閉めるかな、どっちでもいいから2個入れるんやめてとか言いながらやっとったんにな。ねえ、皆さんこんばんは。よかったらいいねフォローで応援お願いします。いいねで応援お願いします。10件目指してます。あのいいねで応援お願いします。わんこそばちゃんこんばんは。ジョモさん以前鋳造ホイールの色が合わず病んでたものですが、とりあえず我慢で3ピースの鋳造を買うことにしました。すごいな、私もさホイール欲しいんよ。でも本当に欲しいホイールはね、あのオフサイド、インサイト、インサイド、インセット、オフセット、インセット、アウトセット、オフセットが合わんのよ。歯みたいっすね前が。
最悪。抜けますね。ビちゃんありがとう。カレンダーどうやって買うんだっけ。ありがとうございます。あのね、カレンダーの買い方、カレンダーの買い方ですけど、殺せ。ありがとう。これね、あの私のオリジナルカレンダーの買い方、これと一緒って言いたいけど、これ反転してないよね。ちょっと待ってな。ミラーリング、こうか、こう、こうだね、こう。スポーツカー女子オリジナルステッカーもだけど、カレンダーも、ベースペルトでググっていただいたら出てきます、販売サイト。これはね、アンドロイドの人はそうしてくださいね。あの、iPhone の人は最新バージョンの TikTok のアプリがもし入ってらっしゃる方はね、普通に買えるんですよ。あのね、本当にね、なんか普通に買えるんですよな。こういう感じでね、私のこのトップページに行っていただいてさ、ここのリンクのページをどついていただきますとね、あのリンクページが開くんですよ、スポーツ館さんね。ただね、これほらステッカーとカレンダーとちゃんと販売サイトのリンクがあるからね、カレンダーだったらカレンダーを押してもらったらね、販売サイトがありますわ。カレンダーとステッカーと、ステッカー、カレンダーは1冊と2冊で選べます。で、そういう感じで選んでください、ステッカーもね。それで、買っていただいた方は、備考欄にもしニックネームを書いていただきますと、この一番最後のページに、あの、一人一人で手書きでメッセージを書かせていただいている宛名が、その名前になります。で、なかったら送り主さんの名前になります。なんで、ニックネームがいい人は、ニックネームを教えていただきますと、そういうふうに書かせてもらいます。あと、今日中の、ご注文分は明日発送しますが、明日以降のご注文分はもう年内の発送がありません。次の発送は1月6日以降とかそんなになると思いますわ。なんで、あの、年内の発送ご希望の方は、今日中の、ご注文が、ありがたい。で、こう、カード払いで入金確認が取れ次第発送になりますから、購入ボタンを押しても、お支払いの確認が、ないうちは発送できないんで、発送ボタンが押せないようになってしまってるんですよ。だから、一番スムーズなのは、で、一番安く買えるのは、カード払いが一番手数料がかからないし、安く買えます。で、すぐ速攻発送できますから、おすすめですね。なんか、ステッカーの、お値段が、大小2枚セットで、1000円で送料込みにしてるんですけど、これを、なんか振り込みすると手数料で330円かかってしまうので、ここから330円引いてもらえませんかっていう話をされたんですけど、もうそしたら私もう赤切ります。なんか、あの、送料込みでもうこれでポッキリにさせてもらってるので、精一杯をさせてもらってますから、あの、支払いの手数料はご自身のご負担でお願いします。それはでも、あの、支払いの手数料が商品の代金に含まれている商品ってあんまないと思うんですよ。どこの EC サイトで買っても、あの、支払い方法でカード払いだと手数料かからないとか、ポイント払いだとかからないとか、ね、なんか振り込みするとちょっとかかる、コンビニ払いだとかかるっていう風に、それはどこも一緒だと思います。多分ね。だから、お客様のその支払いに対する、手数料に関してはご自身で負担でお願いします。それは私が負担することはないので、カード払いが一番スムーズですとお伝えさせてください。そうです。自分の赤の FD 当たりました。うわっ！黒の FD が欲しい。私 FD すら当たってないんよ。まあ、レースしますか？だってマスターさん、しません。ありがとう、したいですけど、そういう車がないですよ。和樹さん、いつも楽しく動画を見させていただいているものです。だってほら、ありがとうございます。ぜひ仲良くしてください。そう、麦わらのモフィーさん、こんばんは。あー、いらっしゃいませ。この間タイヤ交換の時ありがとうございました。そう、猫耳ありがとうございます。朝しまこさんや、深夜のアルトナリさん、 FC やんって言って、それな、昨日ロックさんの配信いましたか？だって、はい、あの、お邪魔してました。そう、ポコポコさん、こんばんは、いらっしゃいませ。よしちゃん、何が出るかわからない、楽しむの一部だしな。いや、 FC だよFC の時は言ってほしい。今日もやってる、直樹ちゃん。そう、今日もやってる、元気。そう、ガチャより本物しか勝たんだって。そうな、
だけどさ、今セブンのミニカーってなかなかないんですよ。だからレアな、レアだから欲しいと思ったんだってさ。黒の FD もあるから絶対やった方がいいですよって言われたらやるじゃん。そしたらね、一発で取れたんよ FC がって知らずにね。そう、俺忘れたか。あ、ピカタンなんや。え、ピカタンなんや。名前わからんかったよ。ちょっと、スポーツカー女さん好きって書いとるからわからんかった。ピカタン、私誕生日待ってたのにおらんかったっていう話したよな。ありがとう来年おめでとう言わしてよ。そう、ちゃんと12月配信しとくからな。ありがとう、ピカタン。FD 最高って言ってる、ゆうたさん。うん、最高やと思います。FC のりちゃん、やめて、やめて、嫌だ、そんなの嫌だ。そう、ハリアーさん昨日ロックさんの配信に言いましたよ。そう、タッチ本物乗ってるんだから諦めよう。いやいや、そうなんだけど、そうなんけど、もう全部セブンにしたいんよ。そうそう、ガシャ鈴鹿サービスエリアにあったな。だっていいな。走り屋の息子さんもこんばんは。F1KC さん初見です。コメントありがとうございます。メリダちゃん、セブンナリー、ありがとう。年越し配信とかやります。今年も様子見で。年越し配信やります。この部屋からじゃないですけど、やらせてもらいますんで、よかったら来てください。ポカポカちゃん背景素敵。あ、なんかもうガチャガチャしとるわ。だけどなんか、そう、ちょっと今日は引きだな。寄せだな。これぐらいがいいか。これぐらいにしとこうか。そうしようか。これぐらいがいいな。そう、もう年末ですね。だってそうなん、ちょっと仕事をな、さしもこちゃんもう切りのえとこまでやりたいんです。だけど終わらん、思ってたほど終わらんかった。今日ダジャレ言ってください、モンタンさん。思いつかん、ダジャレ。来年は FD 狙わないと。まだあるんかな。もうないじゃない、ガシャってそんな長いこと同じのないでしょう。そう、しげちゃん残念、昔中山サーキットきっと CFC シビックでぶち抜きました。過去のことです。中山サーキットっていうのがあるんや。しげちゃんすごいな、かっこいいな。 FC なん、 FC とシビック、 FC シビックっていうのがあるんや。そう、初見やで。だって F1 さん、ありがとうございます。はじめまして。しげちゃんかっこいいって言ってる、ありがとう。大ちゃんお休み、おや、大ちゃんも私がお休み言うときも聞いてないかもね。でも顔出してくれてありがとう。そう、俺エベツ住みなのに、エベツってどこ。ピカタン、おちカレーライスって言ってる。おちカレーライス、直樹ちゃん。そう、テラちゃんいらっしゃい、おかえり。寒い寒いな、もう膝掛けかけとるわ、寒いから。そう、パッキーちゃんこんばんは。お仕事納めで明日実家のセブンの状況見に行ってきます。だって、おめでとう、母さんのお仕事納め、お疲れ様でした。そう、赤字違うのって言って、そうです。だから販売手数料じゃないわ、支払いの手数料ご自身負担じゃないとしんどいなって思います。トッチーノリね、家の周りで変な音してる。お化けかな。お化けやで、お化けだと思うよ。お化けやと思うよって言ってまた、ごめんお化けだわ。そう、サトキチさんこんばんは。紫 FD です。だって、そうなんですね、すごい。紫ってさ、こすった時どうすんの、立ち弁って思いました。ミスタービーガンさん、 FD の維持費ってどのくらいしますか。わからん、あんまちゃんと数えてないけど、年間100万って言ったらいいんちゃうって言われて、そうだなと思ってます。そう、はははさん、 FD 最高って言ってくれてありがとうございます。最高です。そう、なあきちゃん今日は宮崎移動中、フェリー中から見てます。なあ、フェリーの中なんで電波あるん、なおきちゃん。あれ、一時的な Wi-Fi ってやつ、30分とかの、あれをやりまくっとるってこと。あのさ、フェリーの上のさ、県外になる感じどうやって耐えとんの、なおきちゃん。それ教えてほしい。私こないだなんか大日本帝国みたいなフェリー乗ったじゃん、名前忘れた。そしたらさ、県外になるんさ、でなんか船内の Wi-Fi が1時間か30分だけ無料 Wi-Fi が1機種につき1回だけ使えるか、なんかそんなやったんよ。だから私3台携帯あるからや、駆使したよねそう、そんなだったん。どうしとんの、船の上。
たかひろちゃん、今日もセブンなりお疲れ様です。今日もセブンなりお疲れ様です。てか、今年お疲れ様です、皆様。本当に。体調崩し、椎間板ヘルニアになってしまったしもこさん。やばみさは、椎間板ヘルニアってどういう感じなんやろ？もう嫌やそんな年越し。大事にしてください。しもこさん大事です、私。そう、椎間板ヘルニアってどうやったらなるの？寝とかんとあかん感じなんかな。痛い感じでしょ、どっかがね。お大事になさってくださいよ。なんかそんなんばっかりや、最近ニュースが、あそこ調子悪いとかここが具合悪いっていうニュースが多い。そう、なんだこれミステリーお化け屋敷やったねって言っとる竹島ちゃん。いやマジでお化け怖いからさ、私タヌキに取り憑かれてたことあるんだよ。そう、車月さんこんばんは、初見です。いつも楽しみながら動画拝見 してもらってます。ありがとうございます。やった、あの楽しみにしてもらえると嬉しいです。今日更新したかったにできんやった、めっちゃ動画更新したかったにって思った。そう、勇気出して見てきます。どっち、私もな、砂利の歩く音が聞こえたりするときあるよ。泥棒やんって思って、泥棒さんは来とるでと思うで、気つけよ。レイちゃん FC のりのりさん。違う、違うぞ、 FD じゃん。レンちゃんやっと来た、もうレンちゃん久しぶり。もうレンちゃんのおらん間にいろいろあったけども、全部はしょって、お疲れ、ありがとう。ホイールは買えないんですか？冬タイヤはシュナイダーですわ。それは気に入ってるんでそのままです。そう、実家ヤギいたような、いたいた。竹島ちゃん、また実家に、実家に帰るのは1日です。そう、1日の夜から配信すると思います、実家配信ね。7月末に走らすんですか？なんで7月末なんかあるんですか？逆に7月末に走らす、どういうことやろ、なんかあるんですか？そう、モンタンちゃんと全部コメント読むのすごい。夜の配信は一行一行ちゃんと皆様のコメント読ませていただいております。あの昼の整備配信とかそういうのは、あの整備のに支障が来たすとはあかんので、コメントは録画して後で読ませてもらってますけど、夜は必ず読みますんで、何でも話してください。あのいっぱいコメントをしてくださいと、その方のことやっぱり覚えます、仲良くなります。そういう感じです。よかったらお気軽に何でも言ってくださいね。あの人気な配信みたいにわーって同じことを何回も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 呼ばないと読み飛ばされるみたいな、そんな配信じゃないです、私のところは。あの、こいつも50人ぐらい、50人もいてくれたら十分ありがとう。なんですけど、あの、皆様とゆっくりお話をする配信の枠が夜に、そういう風にしています。そう。車好きって車のこと話したいじゃん。車のこと喋ろうと思ったら、夜更かしになるじゃん。そういう感じです。上に金色の、こういうの可愛い。さ、ニトボ被ってるの一応。あの、冬仕立て、可愛いやろ。寒いからな。ミトコーモンさん、中古車はいつ安くなるんや、だって。ほんとやな、いや、どうでしょうね。わからん。そう。カレンダーってどんなんだって。カレンダーですね。もう3年目になります。一般的なというか、あの、卓上カレンダーのちょっと気持ち、大きさが、気持ちちょっと大きめかもねっていう感じで、こっちに1ヶ月のカレンダーで、前の月と後ろの月があって、ここにあの私と関わりのあるフォロワーさんの大切な方々の、あの誕生日が載っています、毎月。なんで誰の誕生日がいつなのかが載ってます。でこれは私のフォロワーさんであることと、毎年11月に募集をかけます。来年のカレンダーに載せますんで、誕生日載せてほしいと言ってくださいの募集をかけます。で、それに入って言っていただいた方のみ載っています。来年もお付き合いが、続きますようにの、お付き合いをしてくださる方のみです。っていう方々の、誕生日が載ってます。
炎の誕生日のカレンダーが今年、おかげさまで3冊目になりまして、もうなかなか何百人のかなりな人数の誕生日が入ってて、もうなんか書けないところもちらほら、もうこれ以上は書けないところもちらほら、ほぼ毎日誰かの誕生日になってます。そういう何て言うんだろう、視聴者参加型カレンダーになってます。私の自己満カレンダーっていうわけじゃなくって、皆様のお名前も入ってますっていう、みんなのカレンダーっていうのを作っています。来年載せてほしい人は言っといてください、来年のカレンダーに載せますよっていう、お付き合いの皆様とのご縁が来年も続きますようにの気持ちで作ってるオリジナルカレンダーです。なんでライブ配信でその誕生日の方がいらっしゃったら、誕生日おめでとうの歌を歌ってみんなでお祝いをしています。今日はエミさんと友蔵さん、エミさんだっていう感じ、ドライバーちゃんもそうだったしね。そう、こういう風に、今もうすでにお手元にあるしまこちゃんとかね、朝しまこちゃんとかもこうやって一緒のカレンダーを今見てると思います。見ることができると思います。で、私が12月を見てると、みんなも見てると思います。ああ、何日は誰それさんなんだなって、ロックさんの誕生日はいつなんだなって、きっと見てると思います。そんな風にみんなでこのカレンダーを見ると、誰の誕生日がいつって、いつもみんなここで、いるメンバーが、お誕生日だね、もうすぐだね、とかいう風に言える、このあったかい輪が、あります。私のとこにはね。そのカレンダーです。よかったら、1冊1900円送料込み税込み、2冊で3000円送料込み税込みで、最後のページに、手書きのメッセージを書かせていただいております。よかったらお願いします。ということです。年内発送は、今日中のお買い物でお願いします。たくさん喋った。大日本みたいなフェリー、サンフラワーだね。あ、そう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 。サンフラワーやったわ。全然違うな、まさちゃん。今55分だよ、ヤバミザは。すいません、シビックで FC を抜きました。FD に乗ったら違う空間になったことを覚えています。だって、そうなんや、しげちゃん。シビックで FC 抜きました。すごいな。雨出た。なりちゃん、ホテルの部屋に入った時、あーって大声出すと幽霊がビビって別の部屋行くらしいよ。そうなんや。てらちゃん、これちゃう？なんか、これやろ。なんか手叩いてなんかボスボスって言ったらパンパンってなるまで叩き続けるんだって。たらなんかボスボスって言っとるうちはおるんと、だからパンパンってなったら抜けるみたいな感じなんだってって言って手叩いてた私あーって言おうか。そう、年越し配信何時からわからん、ちょっとはっきり言えん正直ね。私の家じゃないから。そうなん、メリタちゃん。でもだからこそ捕虜で繋がってて、目標は11時半にはスタートしたいと思ってます。そう、できればね、また告知できたらやけど、急に始まることになるかもだね。とにかく去年もそうだったんよ、急に始まったけどみんなで来てくれて3、2、1、おめでとう。これができたんです。そう、11時か11時半スタートだと思っててください。そう、ゆっくり喋るのは1月1日の夜だと思ってください。ブルーガさん、大事な大事な相方を事故らせたことありますか？ないですね。雪の溶けた後のなんか山道をどうしようもない事情でノーマルタイヤでゆっくり降りてたら、まさかの凍ってる部分がちょっとだけ残ってて、あとは全然乾いてたのに、そこでタッと滑ってゆっくり滑ってしまいまして、気をつけてたけど、そしたらコツンってガードレールにコツンって当たって、ちょっとだけピッて傷が入りました。それでも当たったーって山の中でセブンが当たったーってめっちゃ叫んで大騒ぎしましたけど、それぐらいです。セブンはねです。そう、ノリでタヌキならまだいい、俺は猫に取り憑かれて手で危なくクマに出くわすとこでした。どういうこと？学校では友達に払ってもらって助かりましたが、だってヤバミゾワじゃない、手でクマに出くわすとこでした。すごいな。リースさん、セブン以外に好きな車ありますか？僕はシルビアが好きです。私もシルビア前乗ってたんです、セブンの前に S13、 だからシルビアは好きですね。そう、でも好きな車が多いです。 GTR、 スカイラインも好きだし、スープラも好きだし、いっぱい好きな車が多いです。レイちゃん、俺最近 Nボックスとかタントとかが好きなのよ。うん。で、
ねえ、のりちゃん、漫画見とないとのやつがゲーセンにあるのよ。それで最近が FD 使って友達ボコボコに下げた。すごいやん。FD で抜いて。FD で抜いてって言ったか。さあ、かつびさん、FD 買った時いくらでしたか？あ、ありがとうございます。買った時の値段はね、非公開にさせてもらってるんですけど、結構高かったです、私は。って言っときます。森熊さん、こんばんは、いらっしゃい。今年は全財糖質カロリー 50% オフ食べる。私太ったん、またここ 2,3 日でなんか具合が悪くて太ったわ。めっちゃ食べてる。ダメやな。そう、皆さんいいねで応援よろしくお願いします。フォローして年越しライブと楽しみませんか。ありがとう。フォローで応援が一番嬉しい。よろしくお願いします。れいちゃん、お久しぶり。ふほんとそうだよ、本当に、本当それって言ったか。カズローさん、最近大丈夫ですか？アンチとか来てませんか？相談に乗りますよ。ありがとう。見ての通りです。コメント欄全部見てみてください。いろんなご意見ありますよ。って言っときます。メドちゃん、ノリさんにはいくら俺のアカウントが消えても必ずフォローします。ぜひとも、よみがえりメリダでいつでもいてください。もう、誕生日に載ってる、名前の載ってる人たちのことはずっと大事にします。カレンダーほとんど埋まってるって言ってる。そうですね。11月11日に入れてほしいです。カズローさん。わかったよ。フォローしてる人だけで、フォロワーさんしか入れないです、私は。そういう風にさせてもらってますから、フォローしてない人のご参加は遠慮してくださいね。11月11日。うわ！カズローさんがもうすでに厳しい。11月11日多いぞ。ちょっと待ってね。11月11日。カズロ。入るかな。もうね、もう本当に一行に入りきらない感じになってて、やばみざわなんですよね。買いたくね。お付き合いが来年も続く人だけ、来年っていうか、もうお付き合いが続く人だけですから、お願いしますね。フォロワーさんでね。ありがとう、カズラさん書いたよ。そう。ロッカさん待ってたよ。いらっしゃい。良いお年を話してたん、さっきペルトで。そう、6月22日2回あるプレミアだよ、それな。そう、カズロちゃん最近大丈夫ですかって心配してくれてありがとう。ゆうちゃんいらっしゃい。もうな、良いお年をです。でも年末年越しに11時31日は年越しライブするから、ゆうちゃん来てねって言ったか。サンフラワーかなっとくって言ってる。それ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 。大日本じゃなかったな。そう、エコちゃんいらっしゃい。ステッカー届きました。ありがとうございました。ぜひぜひ、ピンクの呪いステッカーですけど、よかったら貼ってください。ゆうきちゃん、こんばんは、いらっしゃい。来てくれてありがとう。なおきちゃん。なおきちゃん、僕の方の電波が乏しくて画像が飛び飛び。やっぱりな。船の上ってそんなんやな。すごいわ、でもよう入ってるわ。ライブなんてとても見れたもんじゃないよね。船の Wi-Fi だとさ、私なんか自分のコメントチェックするので精一杯やったよ。なおきちゃん強いな。私タフやなと思ったわ。そう、てっつんさん、はじめまして、いらっしゃい。そうちゃん、いらっしゃい、こんばんは。けんけんさん、フォローありがとうございます。セブンいくらで売りますか？セブンは売りませんって言ったか。ありがとう、竹島ちゃん。マッスーさん、大事に乗ってる人だって言ってくれて、どうもありがとうございます。フォローしてるよ、絶対にする。よっしゃ！私とメリダちゃんはね、もうね、マジ来年も仲良くするってなんかも言えるんよ。そう。だけどね、カズロちゃんもぜひね、それぐらいの仲になりましょうって思っています。来るもの拒まず、去るもの追わずです。去るものは追いません。けど、正直寂しいなと思っています。けど、去るものは追いません。お願いしてまで、私のとこにいてくださいっていうのも違うなって思って、その方が私から去る理由はちゃんとあると思いますから、来るものは拒みませんし、いてくださる人のことを精一杯大事にする。そういう私です。こんなんでよかったら仲良くしてくださいね、カズローさん。テラちゃん、ノリちゃん、痩せてるじゃない。右と左が違うけど。あ、痩せてはないな。痩せてないよ、太ったで。これ TikTok のマジックを着てるから、小顔マジック。そう、匿名希望ちゃん来てくれてありがとう。たくさんハートありがとう。いいねいただきました、ありがとうございます。リオちゃん、こんばんは、いらっしゃいませ。リオちゃん、女の子かな。私、貴重な女の子は大事にするんやでって言った子。ありがとうございます。カズロさん、ありがとうって言ったら、いいえ、仲良くしてください。そう、
レイちゃん FD 使ってたのよ。俺の友達はランボルギーニのアベンダドールだったのよ。でも相手のことを舐めてやったら抜かれそうになったけど、ギアを変えてドリフトして抜いてから余裕のよっちゃんで勝った。余裕のよっちゃんで勝ったんや。よっしゃ、いやでかしたって言った子。確かにヤバミザバ。ヤバいな、11日。そう。ケンケン、はじめまして、こんばんは。ケンケンいらっしゃい。昨日のコメントありがとうございます。嬉しい。なんかこう、はじめましての人が多いのも嬉しいです。ライブ配信が中心で、ライブ配信主体のコンテンツになりますから、皆様との関わりが私のコンテンツを豊かにしてもらっていますので、ライブでつながるが大事なコンテンツになります。急にライブが始まるので、そのお知らせが届くように、フォローでつながっていただくのが、大事だと思いますので、よかったらフォローしてください。それでライブに来ていただいた方、みんなでそのコンテンツを作っていって、それを動画にしていくっていう作業をしています。今はタイヤ交換をこの間やったのを小出しに投稿していってますので、ライブにいてくださった方とかはね、あの時こうだったなとか、そうなってたなとか、そういう風に思いながら見てくださるような動画だと思います。なんで私とぜひともフォローでつながっててくださいね。ありがとう。リースさん、そうなんですね。うん、何が？僕と S1 さんとスープラも好きだし、ノリさんのように好きな車があります。うん、僕も将来 S1 さんに乗りたいので、ノリさんのようにすごい整備ができるようになりたいです。すごくないから。今ロックさんこのコメント言ってた、お茶拭くぐらい笑ってるで。全然すごくないよ。私はタイヤ交換ぐらいしかできないです。全然しょぼいです。だけどありがとう、救われました。そう、リオちゃんフォローしてます。だってありがとうございます。カトロさん、やった！ありがとう。僕は必ずいますよ。そうだね。メリたちはずっと仲良しだと思ってます。めっちゃ赤ですね。そうです。パーソナルカラー赤だと思っています。赤い色が好きです。そう。来年の目標は赤いつなぎが欲しいと思っています。リオちゃん、こんばんは。コメントありがとうございます。そう。エイコンさん、ほらありがとうございます。高菜727さんもフォローありがとうございます。ぷーちゃん、セブン中学1年生の時に好きになって絶対に買うって決めてたけど、値段上がりすぎて買えそうにないって言っとる。そうだな、高いよなセブン。わかるよ、わかるよ。だけど維持するのも高いぞっていうのが、落とすようだけど、買うだけじゃないねん、維持するのも高いよ。そう、どうしてもね。そうだけど、それだけの価値はあると思いますよ。頑張れって思います。テレスさん久しぶり、よいお年をって先に言っとこ。来てくれてありがとう。そう、しげちゃん、昔六甲山攻めていて、いずれフォーミュラーカー乗りたいと思ったけど、モノコック入らん勝ちで買って諦めました。モノコック入らん勝ちで買って、モノコック入らん勝ちで買ってってなんだろうな。しげちゃん、わかった。しげちゃんは攻めまくってたやな。リースちゃん、リオさん80に行けるようにフォローしますね。あー優しい、ぜひぜひ。 NRC 兼スターナイトノリマーさん、今日もセブンなりこんばんはです。こんばんは、いらっしゃい。 240SX って何それ。 180SX ならわかるよって言っとこう。カズローさん、プリちゃん溶け走ったよ、元気やなって言っとこう。気をつけてよ運転ね。あの後 FG 脅したやて、ムルシちゃん FC あんまり愛情ないよね。あのこいつにホームってやったわ。もうプレゼント企画でもいいぐらいこいつはいらんな。もう本当にね、ハンドル取れてるの、私の付け方が甘くて。この中にあの黒の FC おるぞ。テッドクいつも見てますって言ってくれてありがとう。ケンケンちゃん嬉しい、ありがとう。いつも見てますって言う人な、ここがなプラスボタンになっとる人はプラス押しといてください。ぜひぜひつながってください、お願いします。森くまさん、おしゃなステッカーはいつまで販売してますか。あ、在庫がある限りです。在庫なくなり次第終了です。なんかいつなくなるかわからないですわ。なんで一人で ありがたいことに2枚とかで買ってくださる人とかいらっしゃるので、発送がそう2枚ずつだったりする方もいらっしゃるから、いつまでかな、まだ大丈夫です。で今日中の、注文で支払い済み確認が取れた方は明日発送します。でも、明日以降の、注文分はもう年内の発送は難しいかなって思っててください。年明けの発送になります。実家に帰りますから、それから戻ってきてからの発送になると思います。お願いします。そう、誰かフォーミュラーマシンを公道で走れるようにした人いたよ。だってそうなんや、かっこよ。グイドがな出動するぞ。そう、
グイドが。FD のテールランプは前期後期どちら派ですか？私な、テールランプの前期が知らないんです。そう、私のセブンはね、前期のセブンけど後期のテールランプだったやな。だから私後期のテールランプが好きです。さあ、欲しいって言ってくれたよ、かずよちゃん。ぜひ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 です、本当に。そう、 240SX はアメリカ仕様の180です。あー、ドンカラちゃんありがとう。優しいな、やっぱり。ありがとう。私がわからんから教えてくれるな、いつもありがとう。やっぱりか、180なら知ってると思ったけど、240ってなんか割増料金って感じやなって思った。フォーミュラーカーのモノコック入らんかったって言ってる。モノコックっていうのがあるんや。どこに入れたんですかって言っとこう。のりまさん、ありがとうございます。うん、たけしまーちゃん、作業着は車のボディに傷が入らないようにボタンやチャックが出てないタイプを選んだ方がいいですよ。わかった、そうする。なるほど、わかった。ティースさん、ありがとうございます。きよちゃん、行きました。うん、ありがとう。りよちゃん、あと送る人間違えました、ごめんなさい。はい、ありがとう。まさちゃん、 N240X アメリカでの呼び名だよ。エンジンが 2400cc だから日本では180だよ。あ、そうなんや。日本では排気量が少ないってことか。頑張っとるな、180もアメリカのために頑張っとるやなって思った。アクちゃん、いらっしゃい。リバティさん、今日もセブンなり、ありがとう。リバティさん、フォローありがとう。ほら、嬉しい。そう、関西弁やなって言っとる。そうですね、関西弁ば喋っとりますよって言っときます。運転席っていうのがそうな、モノコックっていうんや。運転席がモノコックっていうんや。わかった。へえ、知らんかった。コックピットと思ってた違うか。塚越さん、いらっしゃい、こんばんは、ありがとう。ゆうきちゃん、運転席をコックピットって言うよ。あ、ほな、モノコックって何なんだろうな。モノトーンって感じかな。のりさん、皆さんこんばんは。あきちゃん、スタンプ増えたで、1個だけ。なおきちゃん、今日はフェリーしけとるわ、もう揺れる揺れる言うて。酔わん？私は酔わん。そう、しけとるか、風。え、でも太平洋かな、瀬戸内海じゃないの。瀬戸内海やとマジじゃないか。太平洋か日本海は厳しいねって言ったく。セブン好きって言ってる。私も好き。そう、後期はブレーキランプ丸め4と。うん、それだと思う。カズローさん、いつまでもセブン乗りまって言ってる。うん、乗ります。ありがとう、カズローさん。またよかったらお越しくださいね。アキちゃん、スタンプいっぱい押してくれてありがとう。バラ送るのって言ってる。ユキさん、うん。シゲちゃん、モノコックはプレーム。プレーム、プレームがまたわからんな。なんかしりとりみたいやな、しげちゃんの名前が。マイティーソーさん、こんばんは、初見です。僕は86が好きなんですけど、何が好きですか？セブンが好きです。そう、86もいい車だと思っていますよ。エコちゃん、こんばんは。 NRC さん、今日ダイソーです。おやおや、待ってたら黄色のセブンが目の前通りました。ラッキーやな。サラノリマーちゃん、ラッキーやで。そう、いいな、黄色のセブンとか見かけないからいいなと思いました。そう、なんでセブンが好きになったんですか、リアさん。あのね、形が好きです。形がどう考えても他の車にないぐらい、あの、かっこいいです。美しいしね、バランスも最高です。それがなんかいつまで経ってもずっと好きです。もうそれですね。そう、フレームです。わかった、しげちゃん。フレームなんや。多分モノコックボディのことを言ってるのかも。モノコックボディっていうのがあるんや。運転席はコックピット、しかもちゃんと奄美を使用でした。だって、そうなんや。瀬戸内海、うん、瀬戸内海揺れた。愛媛県の岬から大分県の佐賀、あー、そこ揺れる、揺れた。私もあの愛媛県過ぎたあたりからさ、急に揺れるよね、あそこの。九州の近くになってきたとこ揺れるな。わかるわ。だから瀬戸内海のあそこら辺はまあまあ落ち着くよね。お疲れ、直樹ちゃん、だいぶ移動してる。まあ宮崎まで頑張れ。もうこっから揺れるなって思いました。揺れ揺れ、電波電波電波大事。そう、ゆうきちゃん、俺は産後 GTR かっこいいな。ロックさんので知ったって感じ。南條さん遅い。もう南條さんはな、もうずっとくっつんこで追ってくれるの寂しいよ。
最近どこで浮気したるって言っといたら、南條さん寂しいよって言った子、来てくれてありがとう。忙しいかな。れいちゃん、明日少しでかいショッピングモール行くから、そこでワンガンやってこうだって。ぜひともぜひとも楽しんでください。そう、ワンガンみんなしとるんけ。私下手くそやで、ゲームはね。 FD は古さを感じないのがいい。私もそう思います。あの同じようなデザインがなかなか出てこないし、やっぱセブンの方がかっこいいなって思いますね。マイティーソーさん、なんか車のゲームやってます。やってなかったらカーエクスストリートやってみてください。だって、うん、私はマリオカートやってますって、テラちゃんの前で思いっきり言ったろ。マリオカートが好きです。下手くそだけどね。そう、RX7 乗りたいと言ってる。ぜひぜひ乗ってください。一緒に走りましょう。そう。リオちゃん、僕は S15 が好きです。ああ、かっこいいな。間違いない。S15 はかっこいいわ。って思います。ナオキちゃん、届いた？南條さん、シール。おっしゃ！南條さん、シール届いた！よかった！もうほんまに。ありがとう！たくさん、シール。よかったらどっかに貼ってください。南條さん、ありがとう。直樹ちゃん、僕は船の仕事してるから酔わないね。よっぽどじゃないと。だってさすがなあ、電波すごいなあ。いやでも私もあんま酔わないですね、意外と。でもフェリーの中のお風呂が好き。ジャブーン、あ、ジャブーンってなるなあ。そう、今日もって言ってる。ゆきちゃん、うん、グランツーとかアセコルおすすめって言ってる。そうなんや。私な、それってプレステじゃないか、もしかして。私プレステは持ってない、スイッチなんよね。そう、後ろのフェラーリとポルシェかっこいい。ありがとう。すごいな、こんなんでわかるな。これポルシェじゃなくてセブンなんよね。ポルシェの顔に似たセブンってこと。今日は、今日はどっち、セブン乗り。今日も、今日はどっち、セブン乗り。どっち、俺酔うって言ってる。あ、竹島ちゃん酔うんや。あー辛いな。北海道行かれんじゃん、船で。北海道楽しい。そう、バナーナちゃんいらっしゃい、こんばんは。来てくれてありがとう。今日はなんかコメント追いついたから。あ、すいません、セブンだった。うん、なんか難しいと思います。ちょっと分かりにくい、私のセブン。そう、このこれはちょっと形が変わってますからね。そう、5やってます。何を、スター、昔のやつをやってるんですよね。くまじいさん、お疲れーしゃー、いらっしゃいませ。よっしゃ、コメント追いついたんでちょっと話そうと思います。そう、ゆきちゃん、今日はセブンなり。今日もセブンなり。今日もセブンなりだね。そう、あのガソリンを満タンにしました。そう、てらちゃん酔うよ、よく自慢してるな。のりさんが運転するマリカはグラグラよ。マリオカートが好きですって言うたろ。グラグラってかさ、もうグラグラっていうか、もうメンタルがグラグラだわ。もう落ちまくりじゃん、地べたに。そう、ほんであいつに吊り下げられるんじゃん。もうポリーンピタッ。そしたらもうどっちから来たかわからんじゃん。こうや、自分がいつかセブン乗ってみたい。ぜひぜひ。こんなでも乗れるぞ。そう、なおきちゃん、一回日本国内の船に乗った時、船の人に風呂に入れと言われたら入ったら、もう風呂の桶のお湯が溢れる溢れる。それ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 、ザブーンザブーン。ラフェラーリ見せてください。ラフェラーリか、今だって乗ってるもんな。ちょっと待って、ムルシちゃん、スイッチだったらカーエックスドリフトオンラインやってみて。 FC も FD もあるよ。カーエックスドリフトオンラインっていうのがあるやん。もしかして黒のやつ3号ですか。違う、これセブン、これセブンそっくりのドリフト、ドリラジです。これが私のセブンに全くそっくりに作ってくれもらったんだよね。家庭用の風呂桶だから家が揺れてるみたい。あ、そうなんや。私客船のさ、お風呂やからさ、直樹ちゃん、まともに体荒れなかったわ。あるな。いやいや、私客船用のお風呂やから、まあまあ湯船の大きいバージョンやったけど、女湯でも結構バッサーザブン、あ、バッサーザブンでお湯がなくなるよっていう感じだったよ。だけど男湯ほど混まないな、女湯は。フェリーに乗る女の人の人口がなんか少ないんかな。そう、リボンコースはダメよ。
よう覚えてる。リボンコースはもう本当に嫌だ。もう本当に嫌だ。もうな、あとな、なんかあのでっかい岩が落ちてくるとか嫌だ。もうメンタルが怖いから。あと近道せんといて。私わからんから。コースが覚えられない。もういつも右ってなったら右に曲がるし、左ってなったら左に曲がるから、一周がわからない。何周走ってるかもうわからない。お風呂のタイルで滑る滑るって言ってる。ぜひ名前を言ってください。覚えてるよ、バナナちゃん。前も来てくれてたじゃん。もう覚えてます、バナナちゃんね。2000円くらいでプレイできる。だってそうなんや。私のマリオカートの腕、知ってるって言ったか。そう、リオちゃん、カー X やったら自分好きなように FD いじれたりステッカー貼れますやって。それなんかな、みんなモンスターロックさんのさ、なんか作ってるのって、それリオちゃん。トッチさん、トッチ、俺は北海道行きのフェリー乗った時お風呂入らなくてよかったです。後輩はおかまにお尻振る、触られて逃げてきたそうです。どんな世界、どんな世界なん、ちょっとよくわからんねんけど。あの、なんか、テラちゃんの、なんか私よくわからんね、最近な。あの、お金バーに千円札を渡す感じってどういう感じで渡してるんかなって、未だに私ちょっと社会勉強足りなくてさ、テラちゃんちょっと待ってさ、お金バーの190センチで100キロぐらいのさ、ヒゲのうっすら生えてるそのおじさんお姉さんにさ、どうやってその千円割り箸千円渡してるのって、なんか乗らねえがさ、なんか言ってたんよね。それで私ちょっとテラちゃんどういう感じってなってるんよね。そう、ずっと。ありがとうございます。ガチ嬉しいです。なんでなんで覚えてるよ、バナナちゃん。全然だよ。そうやってすぐ覚えます。ただなんか、来なくなったら忘れるんちゃいます？だけど生きてくれてる分にはちゃんと覚えてますよ。ありがとう。ゆきちゃん、時計かっこいいデザインって言ってる。時計これか。ありがとう。カズさん、大阪へ向けて運転中、挨拶だけでごめんなさい。あ、カズさん今日発送してます。発送通知がメールに届いてると思いますよ。あの、今日荷受けしてると思いますから、明後日遅かったら明後日着だと思います。待っててください。ありがとう。リオちゃん、ロックさんのやつとかはこれで、あと言うの遅れましたけど男です。うん、俺って言ってたから男の子かなってさっき気づきました。ありがとう。直樹ちゃん、そろそろ佐賀岬に着くからまた来ます。佐賀席に着くから聞いときます。うん、直樹ちゃん、ありがとう。ありがとう、またね。ありがとね。後ろのギター見して。だってこれはウクレレですよ。これはもらいました。そう、あきちゃん、今日シートをケルヒャーの高音差チームでクリーニングしたらすんごい綺麗になりました。ありがとう。あの、私の成分もお願いします。みんなケルヒャーや。すぐケルヒャーだったっけ、ブロワーだったっけ。すぐそれじゃ。そうでしょ。私ちょっと名前忘れたけど、それ系よ。私もそれした。ヤキちゃん、セブンって言ったか。いいな。うん、いっぱい喋った。そう、了解です。ありがとうございます。いいえ、発送遅くなってごめんなさい。フラちゃん、おかま様は綺麗めの方と面白系の方がいらっしゃいまして、綺麗めの方にはブラにお金を挟むのよ。面白系の方は挟むところがないので割り箸を。違うや。ほっぺ赤くなるわ。割り箸でどうやって渡すよ。指当たって違う配信行ってしまいました。おかえりリオちゃん、ありがとう。竹島ちゃん、2日3日かなり冷えるみたいですよ。だってそうなんや。80スープラ乗りたいです。かっこいいな。わかるよ。高温160度です。今激落ちします。うん、私もやりたい。あきちゃん、でもケルヒャっていうやつが買って使えるかがよくわからんのよね。うん、うん、なんなんって言ってる。すげちゃん、なんなんだろうね。テラちゃんのさ、割り箸千円に挟んでさ、お姉ちゃんにプレゼントしてるんだと。それはお店のルールなんだって。なんかダンスタイムが終わった後にね、プレゼントタイムがあるんだとよ。そういうのさ、社会勉強だよね。すげちゃんが知ってるの。なんかダンスが始まるんで、いきなりオカマバーで お姉さんお兄さんお姉さんたちがダンスが始まる。ダンスが終わったら、その割り箸に1000円を挟んだやつをね、プレゼントするんだって。花束みたいにあげるんかなと思ったら、どうやって渡してるんか私ちょっと社会勉強が足りなくて知らないんですけどね。そういう世界があるみたいよ。大人の世界。アクセルブレーキ踏み間違える人少ない。うん、
なんかでもセブンではないなと思います。セブンではないと思うな。それは車とかめっちゃ好きだけど、忍者とかバイクいつか乗ってみたい。なんか男の子だね、なんか好きだねバイク。そう、男の人は本当バイク好きやなと思いますわ。私もなんか学校にね、高校にさ原付で走ってたんさ、原付で通ってたの。だからさ、バイクの気持ちをさちょっと知ってるよ。そう、なんか楽しい。確かに風感じる感じも好きだし、なんか小回り聞くとこも好き。なんか自転車感覚でプリーンって止めれるのも好きかな。 U ターンしようと思ったらパッて U ターンできるとこも好き。そう、車よりなんか一体感が強いかなって思うより一層、だけどなんか怖いなと思う。大事なバイクって本当になんか取られるじゃん。そう、知りません、ノリの世界違うって言ってる。そうなんやな、しげちゃん。しげちゃんも知らんか、何なんだろうな。わかりますって言ってる。りょうちゃん、明日何時からやる？だいたいな、明日は休むかもね。年内は、次は下手こいたら31日の11時半か11時ぐらいになると思います。明日の夜はちょっとわからんな。明後日の夜も無理かな、わからんなって感じです。ちょっとはっきりしなくてごめんなさい。そう、年末年始はちょっとごめんなさいです。そう、基本は年末年始じゃなかったら、だいたい月火はお休みで、火水木金土日はだいたい10時から10時半にスタートします。で、1時間か1時間半ぐらいの配信にしています。で、夜の配信は一行一行を名前を読んでお返事をさせてもらってますので、ゆっくり喋れます。そう、昼間の配信はセブンと一緒に配信しますが、いつ始まるかが謎です。天気悪かったりとかすると難しい。そう、年末年始はちょっとイレギュラースケジュールでお願いします。でも年越し配信はします。31日11時から11時半ぐらいにはスタートします。去年もそうしました。みんなでカウントダウンしたんで、暇な方はぜひお越しください。あと、ノリの、LINE グループが、LINE が、公式 LINE が立ち上がりましたんで、そこの公式 LINE をよかったら入っててください。そこにいろんなお知らせをお送りさせてもらおうと思っています。公式 LINE の入り方は、簡単です。ここの、私のプロフィールのページのリンクを押していただきまして、そしたらね、リンクのページが開きますよ。開かないの。開きます。そしたら、このリンクのページが開いたらね、一番下にね、LINE があります。これね、スポーツカー女子のり公式 LINE。これでお友達になってください、私と。私と LINE で繋がるっていう形になって、そこでみんなとお話ができるようにしていきます。まだ出来上がりたてほやほやなんですよ。なんかカレンダーの買い方わからんとか、ステッカーの買い方わからんという質問もそっちになるべくね、皆様に等しくお伝えしたいなと思ってるんだから、よかったら LINE の、登録お願いします。そう、あんまたくさんね、LINE を送って皆様のなんかご迷惑にならないようにしています。で、今のところ皆様からの直接のメッセージは受け取れない設定になってますが、ね、おはようって打ったりとか、これだね、公式 LINE にぜひとも今日もって打ってみてくださいとか、セブンいくらって打ってみてください。それとかおはようって打ってみてください。そしたら AI が面白い返事をします。よかったら公式 LINE に今日もかセブンいくらかおはようって打ってみてください。公式 LINE にいろんなお知らせ届くと思いますから、公式 LINE が皆様に身近に付き合いいただけたら嬉しいです。でも北海道とかだと冬から乗るのきついからやっぱり車が便利。でも北海道にバイクで乗りに行く人多いな。私も北海道の道走りに行ったんだよ、バナナちゃん。そう、乗りね、株や原付なら車の運転するマウンテンバイクで勝てるようだって。あ、そうなんや、土地早いな。マウンテンバイクむっちゃ早いじゃない。そう、手グーにして両手吸って匂い嗅いだらリンゴの匂いするんやって。リンゴの匂いせん、そんな私ええもんちゃうわ、なんかおばちゃんの匂いがするって言ったか。そう、
テラちゃん、ダンスの種類は綺麗なお兄さん方はロシアパブ系のダンスです。面白系の方は志村けんさんスタイルです。それ私や、私じゃないか、それは私だわ。くそ、私やっぱり面白系か。しげちゃん大好きって言ってくれてありがとう。南條さん、今日白の FD とすれ違いました。わーわーって言ってる。わーわーって言った。わー。 LINE で質問していいんですか、セブンの。だって、うん、LINE で質問は直接はまだできないようにしてます。そう、でも LINE でつながっててください。あの、案内をしますね。16歳からバイクのレースして車に売ったけど、バイク行動で事故、気をつけてくださいね。いや、ほんとそうよ、バイクは危ないからな。ブリック坊主になるよって言ってる。ほんとやな、リオちゃん。もうこんなばあちゃんのさ、私87やでさ、こんなばあちゃんのさ、いらんよね、そんなのね。大吉さん、お疲れ様です。大吉ちゃんいらっしゃい。かっこいいわ、大吉ちゃんのセブン。そう、ごめん、ぶりっ子のポーズやった、スクショしといてやで。うわ、古いわ、ネタが古いぞ、セブンもネタが古いぞって言うだったわ、ほんとに。そう、ちょっとロックさん配信せんなって言った子、あ、違う、もう出発するんか、明日か、明日出発するんやな。おっしゃ、ロックさん、配信せんの。大吉さん、ありがとうございます。のりさんのセブンもカリカリしよって言ってくれてありがとう。なんかさ、私のセブンもなんかな、あの、なんか、あの、うぬぼれんなって言われたで。あの、あんたのセブンなんか大したことないくせにセブン乗りとか言わんといてくれって言われたで。難しいな、セブンに乗っててもセブン乗りって言わんといてくれまで言われるやなと思いました。セブンに乗ってるのにな。だけどやっぱ大吉ちゃんみたいなセブンのことをセブンってみんな思ってるんかな。私はほら、ただの真っ黒じゃ。なんか、あの、なんか魔女の宅急便でキキがさ、真っ黒い服しか持ってないっていうのと一緒だよ。まだ作業中、あとタイヤ組み替え、見たい見たい見たい。じゃあロックさんにこのまま配信お渡ししたらダメ？それは違う、それかコラボ、どうしよう。ロックさんに配信お渡ししたらダメ？そう、教えてくださりありがとうございます。できればフォローしてください、させてください。優しいリオちゃん、セブンは本当にかっこいいと思う、ありがとう。そう、え、すっぴんやで言うて、ブラだけつけな。すっぴんはええから、それは加工でどないかなるわ、ブラだけつけろ、のぶらすんな。ごめんなさい。こんばんは、よろしく。あー、60年歳いらっしゃい、ありがとう。無知で聞きたいのですが、 13B ロタって言ってる。そうだと思います、多分ね、 13B ロタです。そう、なんか聞かれたら 13B って言えばいいって言われた、24じゃないって言われたよね、だから 13B と思います。そう、私も無知なんで、シーケンシャルツイ田んぼと、13B とダブルウィッシュボーンって言っとけばなんとかなると思ってる。そう、大丈夫だよ、のりちゃん。ここではセブン乗り。ありがとう、まさちゃん。ほんとやな。なかなか厳しいなと思いました。そう。ロックさん。ロックさん、今、ブラジャー探してるね。わかったよ。でもなんか、今年もおかげでいい一年になりました。たくさん動画の応援をいただきました。いい一年になりましたな、みんなのおかげですよ。どうもありがとう。セブンも無事に今年はね、なんか大きな車検と大きな大改造、大修理をしてすごく元気になったし、そう、あとはね、来年はまたセブンの全塗装が目標です。で、セブンを皆様に見ていただく機会ができればいいかなって思っていますので、よろしくお願いします。またそのご案内も LINE の方でお伝えすると思いますので、 LINE 見てください。俺からスポブラプレゼントしますよ、ロックさん。スポブラなんや、はははは、スポブラなんや、いやいや、スポブラなんやと思った。そう、セブンのたぶん勝ちやって言ってる。うん、そう思う。なれなれ、私に言われて乗られて悔しいと思うな。乗れ乗れ、みんな乗ればいいじゃんって思ってます。初詣は毎年行きますか？だって初詣私行かないです。実家に帰るときはいつも行かないです。実家に年に一回帰れるか帰れないかなんで、毎年なんかうちは行かないんですよね。そう。
そう。来年はマリカーで1位頑張ってね。あ、でもさ、ケイちゃんがいる。テラちゃんはな、ただ見とるだけじゃ、ケイちゃんが必要だよ。私、ハンデよ。そう、ハンデよ。よっしゃ、ロックさん来た。イェーイ、髪暗くなった。やば、みざわ。え、髪が黒くなった。そうそう、染めてきた。真面目や。おしゃれやん、今日髪の毛巻いて。いや、ロックさん髪の毛黒くて真面目か。真面目やで。真面目なんだが。大変や、急に振られたら大変や。え、さっき振られたじゃん。お、就活かやって。ロックさん就活かって。え、これコラボ。え、これコラボって両方見れんのか。あ、みんな行ったり来たりするじゃん。みんなロックさんまだフォローしてない人いないと思うけど、いたらもしかしてロックさんフォローしてくださいね。あ、俺のコメントは俺だけ。うん、まだ分かってないわ、それが。何ですか、コラちゃん。好きで応援してます、ありがとう。作業コラボはそっちが暇や。来年セブンが今年よりもかっこよくなり、いいものになることを願います。まあ、ならちゃん、来年もよろしくね。もっと、なおさん、そうだって。海外で FD ワゴンにしてる人いるから、のりさんのやつもやってみますか。やみません。あんま好きじゃないな。そう。ワゴン。なおちゃんいらっしゃい。のりさん、ステッカー貼っといた。よかった貼って !9 万使っただって。何の9万どんがらちゃん。この辺貼っとく。ありがとうございます。ちょっとここ反応もったいないな、もう一回ぶつけるからな。いや、お前ぶつけてくださいぜひとも。っていうとこ、いっぱい買え、いっぱい買えって。いやいや、またいっぱい買ってもらおうかな。昼間と髪の毛色違う、お正月よ。あ、すごい、なんか、そうだけどロックさんすごくない、真面目か。来年はロッコちゃんと会長。なんて来年はロックさんとアキちゃんがチュチュしますようにだって。そんな関係。そんな関係。ロックさん9万使いましたか。何を。9万は迷彩と一緒にロック嫁に行こう。上納金で。上納金で。おめえさえ一緒やからごまかせへんからな。どうぞ。ロックさんの方へ行ってきます。いけいけ、ロックさんの方フォローして回ってください。みんなフォロー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 お願いします。ロッコちゃん、俺振られまくってるけどってアキちゃんが言ってしゃあないな、大人の駆け引き。大人の駆け引き。かきもうアキちゃんはもう呼ばれてってなってたら呼ばれるし。よっしゃ、すごい。ロックさんこれ収録するんじゃないですか。え、録画するんちゃいますか。こんなんもうどうでもいいよ。え、だってそれすごい。これはあれでできひんのかな、ライブセンターで録画。いや、多分半分なっとるんちゃいますか。いいやん、いいやん。ちょタイヤ取ってくる、タイヤ。え、どんがらちゃんも真鍮って25万だって、すごっ。あきさんって言ってる。森久保さんステッカーありがとうございます。明日発送します、ありがとう。そう、届いたらどこに貼ろうかな、おでこかな、こことここに貼ってください。猫耳みたいにね。そう、来年ロックさんとノリさんが健康でありますように。レイちゃんもだよ。ロッコさんフォローしてきました。バナナちゃんおかえり、フォローありがとう。みんなロックさんフォローしてくださいね。来年はもうなんかロックさんとなんかできたらな、コラボができたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。そう、なんかセブンにとって初めてのお友達なんです。そう、タイヤ外すやつ私やってみたいかもね。
ごい。外に置いてたから凍っているんだが。いや、タイヤ硬そう。硬そう。硬そう。めっちゃ硬そう今。これやばいでしょ。いやいや、やばいよ、マッチ話だよね。よいしょ。焦るやん。なんで？え、ライブ配信してやると思ってなかったから。タイヤがシューアイスに。ああ、もうカッチカチやで、タイヤ。私もやってみたいかも。これは、うん、コツをつかめばできるよ。日曜日ロックさんフォローしました、ありがとうございます。今回バンパーレスでいきます。これっ、ケーキ抜いて、なんでその空気が自動で抜けるんですか。え、これ虫抜いたから。すごっ、虫抜くなんて、わぁ、見えへんか。すごい、自分で虫取った。虫は取れるよ、このバルブも取れんねんで。で、ビードをめっちゃ硬いんちゃう、これ今コラボしげちゃん、うん、あのね、セットに行こうと思ってます。わっ、簡単。エルチキとファミチキ食べようかな。ファミチキがいい。デスケースどうやって割れるんですか。なあ、パッカーンのポリエンやで、びっくりするんで。割ろう思てないしな。もう割れんとってほしいな。うわ、すごっ。うわ、すごっ。落ちた、落ちた。その機械どこで買ったんですか。もうこれは、こうなん、ヤフオクで買った。へぇ。作れそうやけど、作る時間考えたら買った方が安かったな。でもめっちゃ長いこと使ってんだよ、もう。10年以上使ってんじゃん。硬そうって言っとる。硬い。手慣れてるって言ってる。知ってる？これぐらい？これでね。4回何してるの？あら。これでタイヤを。何それ、タイヤめくんの、何それ、うわ、なんか怖い。あ、でもこれ綺麗なホイールでやったら多少気づくよね。63み、こんなかっちょいい SK めアマモン、よろしくお願いします。タイヤレバー、スレの86、この間タイヤ交換したけど1本だけどうやら手組みしたみたいだらけでなかなか入らんかったな。だって出ちゃいらっしゃい。うわ、あっという間に1個出た。私もやってみたいかもね。俺の交換も手伝ってください。しょうがないから手伝うわ。ダメか。外れた。すごい上手、気持ちがいい。これはあれだろ、必殺さ、見て理屈が分かってもやったら5時間ぐらいかかるやつやろ、私。理屈分かったらなんか簡単ねんけどな。だからあの機械でちょっとプニプニして、そしたらあとは棒でプニプニするってことか。簡単やで、テラちゃん。よっしゃ、私のいつかのチャレンジ一本的にしたらあれじゃん、あのライブ3時間ぐらいできん、多分3時間でできるかな、5時間ぐらいかかるかもね。一本すんのに、うん。ドライバーちゃんいらっしゃい。外れるまで早すぎるって言ってる。ドリフトしてタイヤチェンジャー買わないのって言ってる。タイヤチェンジャーまではな、タイヤチェンジャーまではなぁ、じゃない？で、これな、うん、この、これあるやん、これ。
空気入れとこう。うん。これもたまに変えないと、あかんのよ。壊れるんだ。壊れるってことか。そうそう、傷むっていう。で、これの取り方は、うん、もう切っちゃう、こうやって。切るの？新しいのはどこですか？こう切ったら、取れるやん、こうな。うん、で、ここに新しいのが。すごい！新しいの持ってるし、ちゃんとすごい。取ったらここね、うん、でこっちはこう入れるやん、うん、なんかこうはまらんのよ、うん、ここの段まで入らなあかんのよ、うん、な、うん、でこういうのがあるのよ、うん、こうねじ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 、うん、あ、そうそう、バルテコの原理ではめる。まあ、これホイールつけてからな。見えるかな。見えない。こっちアンチが多いで、なんかだったらさ、バール入れて3日かかるとかさ、うん、のりさんが飛んでくとかさ、もうアンチが多いぞ。こらその通りだわ。見るから、ここ画面ちっちゃいけど、ここに入れるやん、うん、入れるやん、うん、で、これを入れるやん、クリクリっとな、うん、引くってこと？で、こう、テコの原理でこう、あ、ポリってことか。ポリ、うん、な、もう入ってん、これで。それができそうかもね。これはできるね。ほら、入った。その機械がいるってことか。ほら入った、綺麗。ほんとや。手で引っ張っても入らんけどな。あ、そうなんや、はい、空気が漏れ。ロックさん何回バンパーぶつけたことありますか？もう分からへん。分からへん。DTR ちゃんいらっしゃい。アストロですねって言ってる。てーちゃん、そう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 、アストロ。もう全部アストロ。防難じゃないんだ、アストロなんだ。あ、これこう最近あれやんな、ロイヤルホームセンターの中にアストロ入ってるとこ多くない？知らねえ。あ、ロイヤルホームセンターないか。うん。あれ全国区じゃないんか、あれ。いや、ホームセンター行くことないです。あ、ホームセンター行かへんのか。うちの近くとか、こっち方面は、ホームセンターの中にアストロプロダクツが一角あんの。すごい。なあ、お父さん、うちのお父さん連れてってあげたら、マジでディズニーランドに C が入ってる。全然ミス終わらんやつ。髪色変えたって、今日カット行ってきました。タイヤ持ってきます。マサラちゃん、お休みありがとう。同じの3本くらい持ってるって。てっちゃん、なんでそんな同じのいっぱい持っとんの？のりちゃんのコーナーに対する信頼度すごい。お父さんが好きやからな。そうそう、お父さんが好きや。コーナー、のりこ、お前、大きいコーナーいたい。信じて。わっ、すごい !2 個はめるってこと？タイヤ。何本買うねんやで、最近。元戻ります。えいこちゃん、ありがとう。ありがとう。ホームセンターは全国です、だって。全国やんか。みおちゃん、おやすこ。すごっ。タイヤの向きが R です。そう、まあ1本目やから、うん、向きどっちでもいいかな。1本目は向きどっちでもいいやん。外打ちがないから。あ、なるほど。こう回るだけやからな。アウトサイドじゃないってことか。そう、アウトサイド、インサイドは来れない。ね、黒く塗った。違うな、色？もっとビードクリームないから556。滑るように。なんで？はい。で、タイヤの、うん、この黄色のマーク。うん。が、そして虫のとこ。おお、正解。よしてる。この赤のマーク。うん、黄色が虫、正解。
なんでかわかる？赤は何ですか？黄色がこのゴムの一番軽いとこ。うん。で、黄色が重いとこやから、ホイールで一番重いとこってバルブのとこやから、バルブが余計についてるから、うん、それをここに合わせる。はぁ、わかった。なるほど。じゃあ、バランスが取りやすい。で、はめていきます。赤抜いて。どうやってはめるんですか？もうこうです、こう。それはそのコテみたいな棒は売ってるんですか？コテみたいな棒はこれもアストロで買った。へー、売ってる。うわ、無理だわこんなん。片方入った。もう片方はどうやってはめるんだろう。もう片方はコリコリするってこと？そう、コリコリ。ピピエピちゃん、はい、K 点って言うんよ、黄色い印。そうなんや。そうなんや。名前知らんかった。芝タイヤ使ったことある？だってなーい、まだなーい。 CRT はカートしか使ったことないな。うわぁ、コリコリしとる。寒いんじゃ、硬いんじゃ。私もやってみたいかも。これ女の子でもやっとんで。うん。さっきと言ったら。全然やる気満々です、私。やる気満々。うん。手組みタイムアタック勝負しようか。うん、5時間くらいか。配信してたらバッテリーなくなるわ。でも、一個だけやってみたいかも。できました。私のセブンもそれですればいいか。え？私のセブンも自分でやればいいってことですよね。ああ、でもガリってなっていいホイールじゃないとな。いいです、全然。ホイールだったら。あ、でも純正ホイールにまた新しいタイヤ買わないな。あれ、今のかっこいいやつに夏タイヤつけたらいいんじゃん。でもあれ細いですもん。いる？太さいる？うん。いるんや。に。太さいるんや。イラクが。純正サイズな。純正じゃない。私サイズ。あ、私サイズか。来たって言って、アッマさんいらっしゃい。アマさん。ねそれ。空気入れてる。どっから？え、あ、コードが。コースってことか。B工具いるよって言ってる。ん？ B 工具って何てるって言っちゃう。普通できないじゃない。普通の大人でも手組は無理よ。だって。あら。いけるいける。すごいですって言ってる。チェンジャーのないところで大型のタイヤ交換を大ハンマーでやってました。よっしゃ。あ、でこれをね、ちょっとコンプレッサー回ってるけど、今空気入れてこれ入ってないから、こう早く虫早く、え、なんで虫つけずに空気入れるんですか？あの方が早いね、入るのが。これが抵抗最初は。あ、そうか、虫が邪魔ってことか。そうあとはでもそのさ、虫急いで入れる作業無理だわ、それ焦るもん。いいじゃん。やばいってなるもん。焦るもん。入らんってなるから。そう、なるほんで、見てるみんながもっとイラつく。だから早くせえよってなる。イラつかせるライブ。こんな感じ。飛んできた。セブンのテールいつでも見惚れちゃうって言ってるよ。マジか。のりさん充填ないから抜けるね。わかった、ありがとう、れいちゃん。爆発ビートしますか？だってん、爆発ビートはうまいよ、俺うまいけど、今爆発させるほどのサイズの差がないねんな。
空気が入らんのよ、はい、ホイールが太くてタイヤが細かったら。うん。その時は爆発させてこうバーンって入れんのよ、空気を。ちょっとやりたいけど、そのホイールとタイヤがないな。え、タイヤに空気入れるのに空気の穴から入れないってことですか？そう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 、爆発させんね、火つけてバーンって。なんで？え、このホイールとタイヤの隙間がめっちゃ空いてるセット、うん、引っ張りタイヤ、うん、組むときは空気入らんやん、隙間からシューって逃げるから。わかる？うん、こう今空気入れたら、ここはパンってパンってなったやん、パンって。あんまり見てなかったうん、オッケーここは隙間入って、そっから逃げんねんな。うん、それをこう瞬間的にパッて入れなかに空気を、じゃあパッてなるやん、うん、ってやのに爆発させんねん。それやってほしい。多分ライブでやったらあれちゃう、警告出るんちゃう、火使うから、うん、でもこれそれやらんでも入っちゃうから、やる必要がないねんな今。見したいけどな。なんか 9J2215 とかやったらそれやらな入らんけど、9半に215。あ、細タイヤを入れるってことか。そう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 、わざと。な、この、とんがりタイヤになるやん。うん、のやるときに爆発させるみたいな。よいしょ。みんな爆発好きね。ルハちゃんいらっしゃい。動画で見たことありますよ。なおちゃんさ、すごいよね。タイヤのリムに爆発させて隙間を塞ぐ。まあ、それ。どうやって爆発させるん？パーツクリーナーと、うん、556と、うん、ライター。何それ、毒みたいな感じか。え、あの、何か転がんの。あ、どこ？ヨンク系はビート上がらないからパーツクリーナーとか。パーツクリーナーのどない。ピルクルさん来た。そっち行った。お様ください。セブンは売りません。ピルクルさん来た。やった。ナンバープレートいるかな。ナンバープレート、空中ナンバープレートですけどね。空中ナンバープレートですけど。の隙間にこそマニュアルって難しいですか？全然難しくないですよ、大丈夫。あ、今日ゲームでロックさんの FD 作りましたって、メンションして乗っけといて見に行く。うん、ありがとう。素敵や。スプレーを隙間に吹いて導火線のように少し外に出して火をつけてた。だってそう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 。導火線って何の導火線なんですか？え、だからのダイナマイト導火線をピッてつけたしダーンってなるやん。うん、高速とか。あれをパーツクリーナーでやんねん。バーンって。え、怖っ、絶対無理だわ。やめとき、髪の毛燃えんで。え、だから盗みに行くね。セブンは売りません。お父さん爆発するとこ見たことあるけど怖かった。だってロックさん髪の毛色変わりましたやって。真面目になったで。真面目。美容室行きました。トランクカットしてますか？トランクカットしてないと思います。バンパーつけてないです。うん。バンパーがない。16535-17の K のタイヤ組んだけど最悪。K の自動車で17っておかしくないか ?16535-17。うん、おかしいな。うん。うん。たまに事故映像ありました。危ないです。いや普通に入れたらいいじゃん、これでシューって。入らんねんこれでも余計入らんねん。追いつかんねん。え、でも引っ張りタイヤをやめればいいじゃんって思ってしまいました。引っ張りたいのそれは引っ張りたいの。メッカをしてますか？なんて？メンバー補強してますか？メンバー補強してない。もう前期のまま。
何メンバー？前期のまま。ナンバーってこと？いや、メンバー。あー。足こうついてるやん。サスペンションの足動くとこの、ここ。土台。それは、デフでしょ？デフじゃないな。デフの周りの骨組み？骨組み。足がついてる骨組み。ピルクルが2人とものセブンください言うとるで。セブンはあげません。ちょっとタイヤ取ってくるわ。タイヤ取ってくるわ。タイヤ取ってくるわ。うん。ノリね、昔カプチーノに18履かせてタイヤが曲がらないからドリフトして走ってる先輩いました。そらそうだわな。そう。18、サスペンションメンバー、エンジンメンバーっていうこともあります。え、それはなんだ？デフじゃないんか？さっきのリンゴの匂いのは年代ずれてると思ってんけどな。なん、うん、え？うん。古いわ。古いよ。古いさ。FC のガチャどうなりました？飾ってますか？ロックさんライブ見てなかったので教えてあげてください。もう葬った、なおちゃん。ほら、葬っとるわ、ここに。もうゴキブリ掴まれたみたいな感じにしとるわ。ロックさんの1型フロントバンパー変えてるんかな？だって。なんでなんで？ 1 型フロントバンパー変えてるのかな？だって。あ、僕のは変えてる。後期になってる。うん、のりちゃんの前期やな。うん。前期のままやな。そう、ダサミザ。やっぱり、後期がフロントバンパーかっこいいとは思う。うん。思うんや。思う。だから、あの、バンパーを変えて全塗装するか、バンパー変えずに全塗装するか。おお。そう。それで全塗装が遅いのもあるんですよ。なるほど。バンパー変えてやな、やっぱ。前期にしよう。後期にするってこと？ああ、そうそう、後期にしよう。後期にしよう。後部品。タービン。ビート落とすやつ。後期のバンパーが光ったりやってるんだよ。なあ。後期バンパー買った暁には、じゃあこれプレゼントするわ。もう俺使わんから。何それ？え、後期の。おめめ？おめめじゃない。やあ、フォグ、フォグじゃない、ポジションとウインカー、かっこよ、え、ポジションとウインカーわかる？うん、かっこいい、むっちゃかっこいい。え、俺のついてるじゃん。知らない、なんで知らんねん。やっぱり後期のアタック顔がいいかもね。後期のバンパー。はい、かっこいい。私、ロックさんと同じバンパーがいい。の、こうか。うわ、かっこいい。こうか。こっちか、これ。俺、これ飾りやからつけてへんから、配線つないでないから、いらんねやんか。穴でもええぐらいやから。うわ、かっこいい。やっぱりアキちゃん、全部後期にしよう。FD の1から6。な、電気ここ丸いのやもんな、ヒローンって。うん、かわいいけどね。かわいいけど、かわいいけどね。うん、ほっぺたみたいにかわいい、ここに。後期の方がかっこいいよな。かっこいい。フォグと二足のギターもらおうって言っとる。そうだな、2が欲しいですよね。後期バンパーいいよ。まあこれ社外やけどな、純正じゃないけどな。うん、でもここは純正のライトついてるから。あ、そうなんですね。こういうやつ。これまだ新品。でも純正の後期バンパーっていくらするんやろ。中古でいいじゃん、どうせ色塗んねやったら。赤色でも黄色でも白でも。うん、な、そら後期顔がいいよ。うん、うん、かわいいけどね、前期。うん、後期にしよう。でも前期のバンパー、うん、
電気のバンパー持っときたいなと思って。置いとこう。そこ後ろ飾っといたらいいやん。怒られるわ。なんでそのセブンの棚にこういう感じで引っ掛けといたらいいやん。いいな、なんかそんな風にしたいけどな。後ろあるよスペース。後ろあるよ。振り返ってごらん。あるじゃん。違う、こんなとこ絶対無理だ。怒られるわ。前期は前期で丸っとしてて可愛い。じゃあそうなん、アンフィニのマークがついとんのも可愛いんですよね。アンフィニのマークは移植したらいいんじゃん。あ、そっか。両面テープやろ、あんな。てか、こう。オリジンっぽく見えるけど、あ、ホイールオリジン。笑い飯の人セブン乗ってるだって。へぇ。あ、そうそうそう、鉄尾な。あ、鉄尾黒のセブンやで。一緒やで。あ、そうなんや。やったお払い飯の鉄尾。あの、セブン大好きなんだ、あの人。バンパーあったら爆笑するかもだって。もうマジだわ。いいやん。おバンパー飾るお部屋に。怒られるわ。ほんま、車の部品家の中持って入ったら、思ったよりでかい説やからな。そうだよ、だって。めっちゃでかいじゃん。リトラカバーでかいやん。バンパーとかクソでかいで。本当やで。FD の1から6型の見分け方ありますか？1から3は前期やんな、うん、4から後期顔になるやんな多分ね。でも4と5とか5と6の違い分からんわ俺、うん、1と2の違いもあんまり分からん。分からんな俺の1、うん、あでもなんかスピードメーターの色が前期は黒がベースなんですよ。へえ。で後期は白がベースなんですね。で前期は俺色がなんていうの、ん、オレンジなんです前期は。スピードメーターの色がオレンジのライト全部がけど後期は緑、ね、家のシートアップ品たくさん入ってます。モリコアが家の中持って入ってるグミやった。ほなホイールでも家の中持って入ったらでかいもんな。でかい。意外とメーターが違ったような針の位置もって言ってる。そうなんや。セブンが2期。うん、そうですよ。確かに FD 外側だけど1から3から見受けてる。1から3型と4から6型は完全だよ。ん？ 3 型と前期と後期を見分けるのは簡単ですよっていう。うん、簡単。テールライトも違うもんな。うん。テールライトは私は知らんけど後期だった。リトラのライトの色も綺麗です。ほんまや、テール後期や。丸めや。うん。なあ。リトラの根元に生存年月が書いてあります。知らんかった！そうなんや！どこに？シートベルトの根元。知らんかった。知らんかったな。見てみよう。見てみようやな。そろそろ寝ます。うん、ピピエビちゃんありがとう。 FD ってアルミペダルだって。ペダルはアクセルはプラスチックやな。プラスチックで FD のアクセルペダルってクラッチとブレーキはアルミやったんちゃう。私変えてあるんかな。アキちゃんも知ってるけど、プラスチック、このとこだけなんか飾りでつけてあるんじゃん。ガラスでも固まんないかな。だってガラス？クラッチとブレーキはアルミやな。アクセルはプラスチックやな。私アクセルなんだろう。セブンのに何年だって。結構長いです。結構長いです。シートベルト見てみよう。シートベルト見てみよう。アクセルは何なんだろう。見た、覚えてないな。ガラスに番号入ってるよね。うん、何に？ガラス。どこに？ガラスとかも書いてあるんじゃん。ガラス番号入ってないですよ。飛び石入ったまま？うん。
あ、そうなんや。成長してないんや。僕何型買おうかな。買うなら後期型目と聞きます。後期型高いよね。前期も高いか。全部高いな。変えたらない。いや、ガラスは変えてないと思うけど、バンバンないな。面白い、それ見るの。なんか上手やから。簡単そうにするから。なんかスプレーみたいに私もできそうってすぐ思うじゃん。スプレーはな、ここで驚くほど力ないやろ。ん？驚くほど力ないやろ。うん。のりさん、前期が後期どっち？私前期です。トリオト専用車は車検証どうしてます？僕の、うん、もう抹消してある。一時抹消。すごい面白い。なんかできそうに見てしまうわ。できそうやろ。うん、見とったらできそうやろ。でもさ、やるでは絶対違うんやで。あー、でもやっぱ爆発はできひんわ。もうこう隙間ないもん。うん、ここがはまってないやん、まだ。うん、ここはもうめっちゃ隙間あったら空気ここから逃げちゃうやん。シュー、うん、じゃあ爆発させる。パンって早いやんって言ったの。早いよ。ノリネはタイヤの上で工具使ったらそのまま前に倒れていきそう。もうここアンチしかおらん。もう辛いな。辛いな。でも正解。アンチしかおらん。もうな、私のどんくささが周知されとるからな。確かにそうですね。だってもう。そうなんだ。またこの俺のガリガリになっていいホイールで手組みチャレンジしてほしいな。手組みチャレンジ言うわ。温かいアンチ。ほんとやな。体育館のマット周り水道であげるわ。コロンってなってこう。でんぐり返りできて。こっちみんな爆笑してるんやけど。パキヤイヤイアンチ、ほんとやな。またライブ行きますよ。お願いします。のりさん、でんぐりチャレンジ違うやん。タイヤはみるチャレンジやで。あ、もうでんぐり返りチャレンジになってるやん。そうやって。でもなんか見てて気持ちいい。簡単にしたらな。うん。何回転でんぐり返しできますかね。そんなん永遠引いてくれたら永遠できるやんな。ひどい。得点できる？得点あんまりできない。私何のチャレンジ始まるそれ。のりさん10点満点出そうだね。何の？そう。ひもやん宝箱ありがとう。おもろいな。またタカさんのガレージ行ったら広いからさ、得点とかやっていこうや。何の話が、何をチャレンジしとるな。なんか、側転できたら爆転できるらしいで。無理だわ。世界初、タイヤはめてこける人。皆さん、時間取るだけかかる。タイヤ交換3時間だから。いや、ほんとそう。こっからな、こっからこう、こう行くんやろ。どういうか、もう最悪。手組みライブ楽しみに待ってます。だって、わかった。のりさんの家からでんぐり返しながらロックさんの F でのタイヤに装着。ほんとやな、配信でんぐり返し。もうみんなだ、もうアンチが多いぞ。DIY してコーチ行くのが楽しい。確かにね。のりさんはいいねで応援してください。れいちゃんありがとう。いや、でも上手にしてる人の見てさ、YouTube もそうですけど、見てさ、できそうと思うけど、やると見るは違うぞ。よっしゃ。
なんかさ、ロックさんがこのペースでパッパッパってタイヤの手組みしちゃう、できちゃうから、そういうチェンジャーとか買わない選択でいるんだと思うな。そうそうそう。うん。できちゃうからね、もう。そう。私とかは多分秒で買うね。チェンジャーも使うコツはあるよ。なんか、あきちゃんの車屋さんの友達の車屋さんのところに、連れてってもらった時にタイヤチェンジャーがあって、うん、ほんでのりちゃんさやってみていいよって言ってくれたんですよ。おーすげー。体験でね、うんうん、のりちゃんがなんかもう苦笑いで、いやわかる。あきちゃんがいやちょっとそうさせてやりたいのは山々なんやけど、この人のセンスなかなかやみたいな雰囲気で。そう、機械も傷むからな、間違えたらな。そう、でんでバイバイバイって言われた。あ、もうクソ。タイヤ交換できるのすごいって言ってるよ、ひもやんが。やったーやったー。そうなんだ、おっちゃん、ほんとそう。ロックさんとスポーツカー女子とペルトとインスタ、ツイッター、YouTube よろしくお願いしますってレンちゃんが言ってるよ。ありがとうございます。何時今？どんどんロータリー系の、もうこれアホちゃんほんまに言うよね。いやでも難しい、絶対なかなかな。サポートする人大変よ、だって本当やな。え、でんぐり返りのやろ。そう。マットがなかねろ。危な危な。竹島ちゃんも整備してた頃ネジ一本忘れないように叩き込まれたって言ってる。そうやな。あ、ちょっとタイヤ取ってくる。はい。ロックさん眠くなる時間、本当やな。いやー、まだ面白いわ。なんか人が上手に整備するのを見るのは面白いわ。私とかタイヤ交換マジ2時間、マット何百枚欲しいか気になる。お返事お願いします。もったいない、これ。こっち側が溝あんのにさ。いや、私も今思った。なんかこっちもほら穴開いてる。ほんとや、ほんとや、もったいない、もったいない。のりちゃんがタイヤ交換してる間に一升瓶飲めるじゃないって言っとる。テラちゃん。チェンジャーで、しかもチェンジャー使ってやってる間に、くそ、ほんとに。タカさんもツイン行くんですか？だって。行くよ、行く予定やで。タカさんも行く予定やで、だって。ただな、あれやね、その日、土壌倉庫ない日やね。見学のみ。見学のみ。ツインはちょっと、めっちゃ真面目なサーキットやから、厳しいね。はい。すごい、高級やで、ツインの。ツインはね、通過ツインはね。うん。めっちゃ高級で、なんせトイレがめっちゃ綺麗。おー、いいと思う。うん、すごくいい。モーターランド鈴鹿はちょっと結構来てる。めっちゃ近いね、横。な、車で2分ぐらいの距離やねん、さっきと2個。そうなんですね。そうそう。で、ツイン、モーターランド鈴鹿は、いつも走行会で行ったら、うん、エントリー1万円な。はい、朝の9時ぐらいから夕方4時か5時まで1万円。ツインは、今度行くんは朝の9時から12時の3時間で1万5千円。高っ。高っってなるやろ、うん、高っやろ。お昼はもう、お昼以降はもうさよならですか？さよならです。そうなんや。朝の3時間みっちり楽しんで、まあ、昼からもエントリーしたらいいんやけど、うん、それしたらもう3万か、3万、午前の部、午後の部っていうエントリー。そう3時間1万5千円やで、すごくない？すごい高い。にゃごりさん、野良猫もいる。ああ、ツインな。そう、野良猫もいました。高いね。あの中古15万しますね、だって。なんてなんて？
タイヤチェンジャーの中古15万します。あれ、電気も別でいるやろ、動力が。200ボルトが。レンちゃん、ありがとう。エアコンプレッサーもでっかいのいるしね。なんか、その棒が、パーンってなりそうで怖い。強盗してんねん。こう。あ、もうこんな喋ってなかった。もう4本終わってんで。あ、ごめんなさい。すごいわ。あ、なんか、ちょっと聞こえた。ある、声。マジ怪我するやつ。うん。じゃあと2本だけやってもやって終わろう、僕。そう。じゃあ明日の夜、もう起きれんから、さ、日曜日。午前中3時間が遅刻したら終わるやん。うん、だから夜出るんでしょ。夜出るから、で明日も仕事やから、うん、この作業今やっとかないともう時間がないのよ。なるほど。明日か。そう、今日は髪の毛切りに行かなかったし。ロックさんのビート落とし曲がってませんか。だって曲がってんねん、これ。あの18インチやった時に曲がっちゃった。ビード落とし。ここがこの縁ビードっていうね、ビード。それパコンって落とすからビード落とし。へえ。明日も。このまま。はい。明日も。ん？じゃあね、30日でしょ、そう。30日。だからそう、明日の夜でかかるのでしょ？そうそうそう、明日の夜。夜中出て向こうで寝とく。ぬーちゃん、モンスターロックさん、今日パイナップルさんの配信来てましたよね。そうですね。そうですね。のりちゃんもおったよ。のりさんが1本タイヤ変える時間で、ロックさんは今やってるやつ3本できると思う。できると思うよ。全然。もう4本できるな。うん、できると思う。8本ぐらいできると思います。商品名はビッグ。そうなんや。年間何回サーキットって言ってるよ。年間何回？何回やろ？ 10 回ぐらい？もうちょっと行ってるかな。月1。まあまあ月1。月3の時もあった。なんか多い時と少ない時とありますよね。あるあるある。毎週はちょっときついな。1週間は空けるな。ぶつけるから。てかさ、なんかさ、知らない人はさ、上手い人のしか見てないから、ロックさんとかタカさんとか。タイヤ？何？ドリフト？ドリフト、そう。上手い人しか見てないから、多分、そのレベルになるまでの大変なプロセスを多分見かない。あ、でも、できんうちが楽しいよな。じゃない？演歌機できんくでちょっとできたぐらいがめっちゃ楽しくない？だけどやっぱり外周は、ま、一周は回れるようになりたいですよ。おー、かっこええー、だってすごいなと思いますもん。だって3速でドリフトが怖いですもん。もう怖いよ。3速ほんまに怖い。なんか私のコメント欄でもっと練習しなさいで、1速定常円、2速定常円、3速定常円の後が4速の定常円と4速の8の字ができるようになってから外周行きなさいっていうコメントがあったんですよ。4速の定常円？でも4速の定常円ってどんだけ広いんって思って4速の8の字ってどんだけ広いんと思ってどんだけパワーあんねんで。そうだし、4速であのドリフトするとこって存在するのかっていう。そう変化器な、四速でな。あ、四速でドリフトするサーキットな。そう。D1 選手や。いやマジです。だから三速で八の字もなかなかですよ。なかなかやで。なかなかですよ本当に。三速で八の字はなかなかやで。うん。そんな、なあの奥行きの駐車場でも三速とか。いやー難しい。いや一瞬やったやろ多分。来週で。雨やったら二足で行けたけど。だからなんか。ないな。
知らなさすぎまして、あの駐車場を3速であの R をぐーって行くのがどんだけ難しいかを絶対知らないんですそれを4速な、いや4速はマジでないわと思いますけどゲームやな。4速ドリフトは軽トラよって言っとる雪の軽トラやな。雪の軽トラ、グランドの砂場だねって言っとる。そうか4速の演歌機してからやったら俺もちょっと修行し直さなかな。いや無理だわそう場所ないわ。4速の停止はなかなか時速でも100何十キロやろって感じマジで本当にめっちゃおもろいやんそれ。うん、いや理屈で言いたいことは分かりますけど現実問題4速の定常なんてもう恐ろしすぎて広さと速度もう4速定常できたらもう上級者やもんな。上級者もう外周のための練習じゃなくなってるやんな。なってたるってか、そんな外周存在せんからそんな外周存在せんマジで。だけどなんかみんなそのさんとかのレベルに行けるまでの工程を知らなさすぎるんですって本当に。ああのりちゃんにやれっていうのかな。そう。こっだけであった。かくらんとあれができるようにならんのか。聞かない。アイブラさん手組みするのすごいやって。でもサーキット行ったらさ、結構手組みしそうこう多いね。あもう大概見とって苦労してるから変われって言って買ってもらうけど。へえ。教えていくね。おっさんの言うの聞けよ言うて。素敵や。やろう。えでもロックさんだって顔広いもんなんか。なことない。人見知りです。どこがや。今日は10時半からりんちゃん。トヨタちゃんいらっしゃい。そこそこ4速で走るのかも違う。4速で走るのもですけど、だサーキット自体4速に入れれるサーキットももう一瞬ですよね。 4速に入れるなんてよっぽど大体2、3。アイブラさんドリフトしてみたいけどトランク潰しそうで怖い。潰すで潰すよ本当に。毎回潰すで。一番怖いのはロックさんが新品タイヤを簡単に変える財力よ。なんで2人は仲良くなったんですかだって。え、もう僕もう 裏ではもう敬語しか使ってないしペコペコしコラボの時はこうやって喋れって言われてるけど、終わったらちょっと来いみたいなどんなにマジあのフォロワー6000人と3万人ちょいのあの試合はでかいからな。初めての3の差ですわ。鈴鹿の本コースなら4速入るよだって。そりゃそう。そりゃそうでしょ。そりゃそうです。あんなとこ4速は入るけど、ドリフトコースで4速でっていうのはもうめったないっす。多分一瞬4にしたけど、もう次はすぐ3かな。いやし、俺らの車じゃ無理やな。いやほとんど3。もう B1 車両やわ。ちょっとやっぱり裏乗りは怖いのねって書かれたよ。裏乗り。のりさんは裏では怖いとか言われとるで。裏乗りな。みんないろいろあるからな。もう裏乗りとかあざと乗りとかいろいろあるからな。あざと乗りはちょっとあるけど。あるけど。ロックさんのセブンは何馬力？何馬力？ね、何馬力やろ。タカさん曰く
何もって言うとったかな、300ちょいって言うとったんちゃうかな、そんなあるかな、あるちゃいます、あるちゃいますのりちゃんのはどの生まれやろ、うん、でもなんか私エンジンルームきれいにお掃除しとるから5馬力アップしとると思っとるじゃあ255やから260やな、あきちゃんに嘘こけって言われたけどそれやってみたいかもね、それ楽しそう、もうめっちゃ今暑いもん、温まってるもん、その時間、はい、リードそうそう、リードリード裏乗りは怖いって言ってる気合いでアップ、気合いで10馬力アップ、気合いで、よっしゃ、ずっと見つかれる、めっちゃ面白い、そうか、うん、ちょっとほんまこっち来て変わってって感じや、俺そっち座るわ、いいよ任しとけ、もうなんか任しとけ、やってもらうわ任しとけ、よっしゃこれ変えたらもう後の準備は明日にしよう、裏乗りは反射の方ですよね、こらテラちゃん、ほんまにバンなんで、そんな言うたら裏乗り下手したら1000馬力出るかも、だってそうやで10ローター10ローター助手席までドーン、そうやほら、休みビート落とし何馬力だって、ビート落とし、うん、今のあれ、うん、何馬力？ 500 馬力ぐらい。それもちょっとやってみて。なんかこっちを入れたらこっちがポリンってなって、こっちを入れたら一生笑うやつだ。一生ぐるぐるやってるやつや。でもロックさんもそれ90J とかですか？俺は今 90J、 全部 90J でしょ？ん？そうだろうなと思った、だから 90J じゃんと思いました、おーすごいやん、すごいやん、ん？あ、これ9半やわ、そうでしょ、めっちゃ太い、だって7、8かな、あーこれ9半、さっきやってたんが90A かな、1回目のが、うん、めっちゃでかい、絶対そんぐらい太いとかっこいい、でもタイヤ235やで、ほら 235？ ほんとや、あ、ミラーリングなってないんか、俺今日は、私265がいいかもね、ふっとふっとふっと、なんかセブンと出会った時が265だったんですよ、前は忘れた、23忘れたホイールリバースかも、そうそう、これはオリジンの、これはリバースホイール、リバースだからここの形がな、うん、こっち表で、うん、こっち裏で、うん、ここは深いやん、うん、これリバースホイールってね、なんか知らんけど。リバースホイール。そう、この深いとこがこっちにあったら、こっちから組まなかね、タイヤ。むずいな。うん。うん、まあいいよ。まだいいよ、そんなことは。好きな方からしよう。いや、それは違うね。あ、そうね。それは違うね。それじゃあかんね。こうやから。セブンも前と後ろサイズ違うの、違うよ、違う違う、そう、いや、この向きで組まなあかんねんけど、今は、うん、こっちからこう入れんねんな、うん、でもこれを間違えてこっちからチャレンジしたら、うん、一生入らへんねん、へえ、
お無理やね。それは無理やね。これはこっちの向きから入れてかな。うん。入らんね。もうそういう風にできてんねん。じゃあホイール見て向きを考えて組んでいかないと、うん、一生入らん。それは私やな。マジで、もうそれはもう一生入らん。リムが深くなるからリバースになるだって意味は分からん。あ、そういうことなんかな。スカリムやからか。ちょうど。ラストです。ラストです。ラストです。ドリフト YouTuber 見ますかだって。なんてなんて？ドリフト YouTuber 見ますかだって。ドリフト YouTuber？ うん。それロックさんやん。そんな YouTube してない。え、あれやろ、何だっけ、誰、え、分からん、知らないです、私も。まあ、マーニャとかセントラルでちょっと一緒に走ったで。へえ。知らんな、マーニャ回転、私や。え、一生でんぐり回転って言われた。一生でんぐり回転。リムが深いと逃げがないからアウターリバースになる。全然わからん。誰かだとタイヤ踏めなくてずっとタイヤの周り回ってそう。あ、確か。誰かだと。あ、組めた、4本組めた。休みありがとう。どうした？バラ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 、なおちゃんありがとう。こんばんは。のりさん、ロックさん、明日会んで寝ますね、だって。なんて？なおちゃん寝ますって。おやすみ。ひもやんばらありがとう。簡単にやってるけどロックさんすごいわってテラちゃんが言ってる。おお、ざす。褒めて伸ばして。ちょっと誰も。ここはまあ私には何も期待してないな。まあね。いや、みんな楽しみにしとこ、のりちゃんの手組配信。すごい人々に、あの、成功したら勇気と希望を与えると思うね。ロッコちゃんは褒めますだって。ロッコちゃんは褒めます。一旦これで2キロ入れました。ありがとうございました。サーキット着いたら多分 1.5 ぐらいに落として走る。なるほど。 1.5 スタート。あー、よし、これは今回なしにしとくわ。うん、もう後ろは真っ黒仕立てにしよう。真っ黒仕立てで、これでもよく見たらここめっちゃへこんでんね。カメラじゃわからないの。うん。めっちゃ混んでるわ。ショック。でも今度テールランプ当てないでください。注意。ほんまやな。そのままそのままテールランプやからな。そう。テールランプから行くやつじゃ今度はって感じ。やばい。どんどん短くなった。短くなっていく車が。いや、短なってもいいけど、テールランプはなんもったいない。なんかすごく。もったいないな。でもこれ左右で35,000円ぐらいだで。後期の辺、なんか後期のお顔っていくらするんやろ、ここ、顎。顎っていうか、ここやろ。うん。中古、純正買うの？ほら、でもなんか変な形のは嫌なんですよ。俺のやつは？いいと思います。2万円。そんなんやで。じゃあさ、やるよ、ね。でもな。あの、チリがめっちゃ悪いね。あ、だから取り付けで、アキちゃんとかがまた削ってとか持ってとかやったら、うん、そこがめっちゃ大変やから、もう俺はドリシャやからそれでいいけど、のりちゃんの絵付けをまたその2万円のはもう全然合わへんの。チリが。もう、お目目パカパカも当たりまくったりとか、するから、うんうん、高いやつ、
純正高級マンバーは一番高いんちゃう。うん、社外のなんか高級デザインのちょっといいやつ5万とかするぐらいのやつ、うん、やったらいいんちゃう。俺のやつとかめっちゃ安い2万とかやもん、フロントバンパー。でもワンちゃん両方塗っといてもらおうかなって思いますけど。ロルトすんの？ロルトせんけどなんか両方塗っと、塗っといてもらおうかな。ああ、今のやつとな。うん。ああ、それはいいな。うん。後ろ飾れるしな。そしたら変えれる、変えれるかなって思いますけど。絶対変えへんけどな、音立って。でもなんかロックさんとかがポリンってここ、これ変えてる感じが。うん。私もできるんかって思ってるんですよ。ああ、のりちゃんちょ、ネジ多いやろ。しっかりついてるやろ。コストの問題でチリが合わんよね、だって。そう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 、安いやつはな。社外バンパーとか新品でもボルト1個分精度が悪くてずれてることありますよね。ある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 。あるあるある。てか私、おめめの時点でもうちょっとおかしいんですよ。そうそうそう。使うし。今でもちょっとチリずれてるもんな。どっちかカコンって当たる方。そう、なんか右と左の違いがあるんですよ、すでにね。うんうんうん。リトラはむずいな。リトラはむずい。だから逆にもう今のやつがギリセーフなんかなっていうのもあるんですよ。うん。まあ、純正やったら今と同じように行くと思うけど、取り付け方で。これが社外ですもん。こっちだけが。こっち中身は純正やろ？この動くユニットは純正やろ？で、蓋が違う。蓋が片方。ああ、そうかそうかそうか。そう。あ、そうかそうかそうか。そうなんですよ。7の形が、ダクトがついてるやつが。はい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 。うん。まあ、もうなんかさ、あるあるで、買って、やったーってなったのにつけようと思ったら、合わない事件です。未来が見える。未来が見える。見える。もういつもこれやん。そう。見えるな。見えるな。だからのりちゃんリトラ直したときほんと苦労したんよ。そうか、あきちゃん、純正中古は安かった。純正高いよ。高いねんな。 それに純正にすもんかね、出すの中古でって思う。安かったらいいけどな。そこは別に純正こだわらんと、なんか好奇顔でパリッとしたやつになったらいいと思うけどな。別に箸に関係ないやん。関係ない。だから見た目がかっこよかった。リンホース、あのなんかくちばしセブンの、うん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 、あいつを外したくないんですよ。おーってなったら多分後期に変えるのが難しいと思うんですよね。どうなんやろ。なんか全機能だから、これが。あ、じゃあ俺のバンパーとかつかへんねんな、多分。そうやな。社外も。社外につけるときあれ外すもんな。そう、だからみんな後期に変えるときあのリンを外しちゃうから。うん、なんで外したくないの？だってその方がセブンが守られるじゃん。あと、ぶつけへんやろ、どうせ。いやー、でもわからん。プラスナイト、ビームライトキットやったし。ぶっつけたら一緒やで。僕がつくバンパーがいいな、だってテラちゃん。考えたらリンホースつけときたいと思ったらやっぱ今の買おうかな。ああ、そやな、うん。考えること多いな。うん。どんがらちゃん。親がボクシーに車高調かダウンサスかで迷ってるんですけど、どっちが良いんですかね。どっちですか。車高調だね。おー、俺もそう思った。車高調やね。うん。ダウンサスバネだけ書いても車ないよね。うん。なんかのりねえが車高調言うてます。はい、あの現地の数字の段階の多い車高調にしたらいいと思います。どうせ回してないやん一回も。うん、でもなんかちゃんがそれをこだわっとった。なんか
なんかやっぱりボクシーとかなんか硬さとかミニバンだからより一層ちゃいますかと思いますけど。おーおー、ありがとうございます。やって車庫帳買うことに決まりました。車庫帳買うことに決まりました。お疲れ様です。のりさんの写真はどこから？2分の1じゃん、ただの。車庫帳やから車庫帳って言っただけです。よかった。2分の1じゃ決まりました。社長お帰り。そう組めたわ。じゃあこれぐらいで終わろうか。そうしましょう。11もう1時になりますから終わりましょう。お疲れ様でした。すごー、外したんと組んだんとごっちゃごちゃです。じゃあロックさんのタイヤが欲しい方はこちらまでフォロー。はい、タイヤ。はい、タイヤ。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終わりのじゃんけんいくよ。俺もしよう。せーの、終わりのじゃんけんじゃんけんパーン。負けた。終わり。ひまやありがとう。みんなありがとう。ありがとう。ロックさん応援してくださいね。お願いします。お願いします。はい、てちゃんおやすみ。終わり。ありがとう。